とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れてます。何のモッドかは、もう見たらわかりますよね。そう、ナルトモッドですね。今日はナルトモッドで行くってばよ。武器ですけども、これ、一応、クナイを持ってると思ってください。片手剣です。リゾルトテンペストナイフ。そして、忍者らしく、手裏剣を投げていきたいと思いますってばよ。では、いけるのか、やっていきます。それでは、行くってばよ。今日は、ジャングルに来てます。トゲを持ってるっていうトゲクエストだね。きついな。こりゃきついな。ちょっと待って。この、オーケーオーケー、スピンブレードを、うまいことこの手裏剣を使って、そうそうそう、自分の周りをね、こう、ぐるぐると周回させる感じで、動かしていこう。なかなかこれ難しいんだけどね、使っていくのが。難しい。でも、多分、いろんな弾を消せるんで、そこをね、うまいこと、やっていこう。ちょっと待って、敵が嫌な感じ。しゃ、難しい。で、トゲが鬱陶しいな、やっぱり。やっぱりね、この手数の多いやつとかでも、トゲは結構な脅威になるな。まあ今回は、出入り1なので、そんなに難しくはないと思うんですけど、まあまあまあ、やっていきましょう。1だったらクリアできるよ。もちろん旗はね、全部取っていきましょう。で、この、手裏剣が果たして役に立ってるかどうか、それはちょっと微妙なところかもしれない。いや、意外とダメージを与えてるかもしれないよ。キャプテン発見だってばよ。いたいた。しゃっ、きつい。ちょっと変なのがいる。 OK、 倒せる。一応このスピンブレード、威力一発100万あるからね。100万近くあるから、それで大丈夫だってばよ。神秘。ナイトモード。いやいや、きついな。もう一匹発見だってばよ。待て。しゃ、意外とこの手裏剣がたまには面白い。なんだ、何出た。チキンジョッキに置き換わるってやつか。あ、大丈夫ですね。それぐらいだったらいける。行くってばよ。この先にいた。発見、発見だってばよ。余裕。はい。で、脅威1。この先にはまだいるかな。いや、いるね。この下の方にはまだいるね。今回は全部取っていこう。発見！いたってばよ。で、このスピンブレード、意外とダメージが出る。意外とダメージが出ちゃうんだな。何？略奪者に変わるってやつかな。だったら余裕。あとは脅威が2つ。発見だってばよ。いた。ナイトモードで敵が多すぎる。で、できるなら、こういう HP 高いやつと戦うときは、ドラが欲しい。まあ、ないから今日はこれでいくってばよ。あと、脅威があと一つだけ、いるでしょう。中間地点突破だってばよ。あと一体、まあ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 、近くにいるでしょう。おいおい、すごいな。で、思ったのが、このリゾルトテンペストナイフ、強いな。このナイフ、強えな。まあまあまあ、もともと持ってたやつだけども、久しぶり使ってみて思った。これ、むちゃくちゃ強い装備だな。火力が、結構えぐい。あ、これやばいってばよ。
やばい、リフレッシュが効いてないってばよ。よし、ギリギリいける。キャプテンどこだ、キャプテンはどこだ、キャプテンに至ってばよ。ラスト、ラストキャプテンに至ってばよ。よし、倒せる。これで全てゲット。まあまあ難易度っていうかデイリーの1だからそうでもないね。うん、ナイトモードでちょっとめんどくさいかなっていうぐらいで、そこまで脅威ではない。あとはクリアするだけ。レベルアップだってばよ。あとはクリアするだけ。いくぞー。よし、いつでも来なさい。もう矢もねたくさんあるし大丈夫で、普通のスケルトンだったらこの手裏剣だけで全然倒せる。意外と威力が高いっていうやつ。やばいやばいやばいよ。この段差がね結構注意しないといけない。はい、OK。 よし、あとちょっと倒すってばよ。待って、動けない、動けないってばよ。危ない危ない、やばい、危ないってばよ。よし、ナイトモードで敵が多すぎる、多すぎるってばよ。よし、こいつか。はい、次の段階出てきて。まだ、おお出てきたってば。いいよ、もう終わりだろ、もう終わりでしょ。トゲが最後に来た。ちょっと待ってばいいよ。めんどくさい、リープリーフめんどくさい。じゃあ OK、 もう終わりじゃないの、もうそろそろ終わりでしょ。あ、最後の最後、死にたくないってば。よし、まだか、長い、最後の強襲イベント長い。これで終わりだってばよ。まだまだだった。よし、このリープリーフで終わりだ。はい、ということで、今日はナルトモッドで行ってみたってばよ。久しぶりにこのリゾルトテンペストナイフ、そしてスピンブレード使ったけども悪くない。まあ、スピンブレードは別として、このリゾルトテンペストナイフかなり火力があっていい感じだったってばよ。リフレッシュ、虚無、クリティカル、そして重力ので、もともと追い打ちがついてるっていうね、超火力モリモリのやつですね。はい、ということでクリアします。またやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではよ、それではご視聴ありがとうございました。